今回は4月26日に範囲降下時間の情報修正を受けたノーマル条件員を紹介するよ。計略は四季さんの範囲妨害計略、自身が撤退して敵威力マイナス7と費用対効果が高く、降下時間は磁力依存がほぼなく 3.7 から 3.8%、 位置個性から自陣撤退のデメリットもあまり気にならへんし、四季さんで範囲の広い迅速な鎮圧という優秀な性能の計略になったよ。四季は軽いから更新協力の調整にも優秀やね。拙者の剣に優しいね。今川家に栄光あれ。ま、なんとかなるでしょう。発動。一の方。どうぞ。滅びなど知らぬ。効果時間がほぼ固定で、相手が高知力でも 3.5 カウント以上持つから、今の環境に多い今川義元や陸遜といった知力の上がる号令相手にも有効なのも長所。どうぞ。死ね。死ね。アゲアゲでいっちゃうよ。くよ。人間ごときに。どうぞ。いやいけ。流派発動。見ろ方。知れ。こらえても乱世が続くだけですよ。何の悔いもありません。死ぬ死ぬ戦機解放。今川自分のタイプは常にここにあれ。アゲアゲでいっちゃうよ。走り出すなら止まらんぞ。うずせ。戦機解放。今川家に栄光あれ。食らいついてやる。うずせ。うずせ。さらば。滅びなど知らぬ。発動。二の方。人間ごと君。どうされました。死ね。死ね。死ね。どうぞ。死ね。うずせ。死ね。出陣。何の悔いもありません。いくよ。死ね。生きて再び貴様を殺す道具があれば。拙者に任せよ。滅びなど知らぬ。行くよ。
俺に戦場を。いくよ。アゲアゲでいっちゃうよ。知れ。うるせえ。こらえても乱世が続くだけですよ。何の悔いもありません。強き欲はそのまま強き力になる。死ね。死ね。死ね。食らいついてやる。死ね。流派発動。三の肩。死ね。死ね。守り抜く。ま、なんとかなるでしょう。貴様を殺す道具があれば拙者の剣を握ると。どうされました？拙者が守り抜く。ご視聴ありがとうございました。